やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアルミハマーです。現在2024年1月14日日曜日の22時41分ですね。はい、ドッグシグナル12話、録画した分で見ていきたいと思います。はい、先に、自己紹介ですね、軽く。はい、自分の、本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚まし日生放送などテレビは30本以上出演、そして深田恭子さんと CM 共演まだ果たしております。で、今はもう仕事がなさすぎてアニメのリアクション一応頑張ってますけども、リアクターとしては多分投稿本数が日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさ、これによってずっとメンタル粉々の状態で毎日やめたいやめたいと言ってますけど、でもそれでもね、一日も休むことなく気合と根性だけでリアクション動画を投稿し続けてますんで、ぜひとも応援のほどよろしくお願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイムで広告入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ということでお願いします。いきます。3、2、1。あー、ちょ、あまんかった。もう一回いきます。3、2、1、スタート。OK、申し訳ありません。あ、マナモトすんの忘れた。あれどこや。通知音量がでかい。もうちょい。OK。あ、そうだ、これオープニングにあれ、ゆうこうって映ってたかな。あの、みゆの元カノ。ただ君が好きだ、とても好きだ、会えば会うほど。あかん、喉の調子が最近ずっと悪い。失礼。さあ、優子が果たして改心するのかよね。そう、バッグに入れて持ち運んでることがわかんねん言うて。ミユのパートナー。そういうことやね、ずっと立ってんねんな。言えへんねんな。まあね、一応半額で受けたもんね。仏ああ、そういうことか。SNS。 20万人。
ポスト、アップ、フォロワーブッツブッツあ、ミユアナログ人間なんやなさあ、犬を飼う環境としてどうかね。彼氏いない？あれ？うん。あれ？自分うわ、汚ねハウスやな。ゴミ袋もある。これ嫌やな。ああ、今時の若い子やね。ああ、30か。食事制限。あ、これ怒る。おお、30。さあ、バーも覚えたもんね。舐めとんな、ほんま。舐めきっとる。よう言うた。あ、
サブタイトル来たね。お？よう言うたよう言うた。あれティアラめっちゃ怖がってるやん。そうだで、100万もしてこうたんやったらね、もう。泣いてた。セミ疲れとるやないかい。完全に利用されとる。ドキ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 。ないんかい。ダメだこいつ。おお。これもしかしてこれを機に復縁せへんか、これもしかして。いやいやいや。まあやらへんやりましたわな。おお。うん、ペットラブ。尾行してリツカさん好きです。ミユに惚れとるってことかな、これ。あ、そういうこと？ああ、そういうことか。リツカさん好きやわ。お母さん。地獄。
に落ちればいい。なるほどね、人を変える力があると。ほう。でっかい仕事や。解除。ああなるほど。はあ、ははあ。ああよう来てるやん。今日のワンポイントレクチャー。パピークラスじゃないのな。社会なんとかやね、これ。なんか長かったやな、社会。ドントドントって名前な。ドントは。これパグあら。あれ、これもしかして感動的な話になっていくんちゃう？過ちに気づいたな、優子は。
バカ野郎ほんまに。あほんまに本当に生きてんの肝。的を得てたらね。ストレスサインかな。そんなに寝んの？これ元彼か。彼氏もこれに呆れたんかな。なるほどな。お。あ、特殊エンディング。スニーカー履いてるやん。おジャージかすやたべっていうのか。おおおいやちょっと涙腺いってもうたな。おおハハハハ。
リスカさん怒る？逆に怖え。ハイタッチ。いや、よかった。いや、めっちゃよかったわ。あ、来週ないのか。来週ないんや。はい。あ、来週ないのか。いやー、よかったわ。めっちゃよかったわ。まあ、これをね、安易に言うていかんかな。もう、一番神回だと思ったな、これ。うん。すげーよかったわ。まさかこんな展開あると思わんかった。いや、ね、ちょっと最初、優子なんやねんってなったけど、まあそのね、優子の、まあ、素性というか、生い立ちを知ると、まあちょっとね、うん、そんなに悪い子はなかったよね、悪気が一切なかったってことで、でまあまあ、ミーはね、最初にその、もう、ここで切れたら負けやというのをずっと我慢しててね、優のを我慢して、我慢して、我慢して、仏になったらめっちゃおもろかったけど、まあそこからはね、とにかくもう、優子のためじゃない、ティアラのためやって最初言うてたもんね。まあそこでね、まあただただ SNS 映えだけを気にして、犬をただ単にそのまあ己のまあ欲望を満たすためのだけの道具やという感じやってね、もうミユがバチギレしてくれた時はすげえ気持ちよかったわ。すげえ気持ちよかったし、まあもしかしたらこれを機にね変わるやろうなとは思ったけども、ちょっとパピーが何かよくわからなかったけどね、ちゃんとそのミユが言うたのにね、3日後までにちゃんと片付けて香水をやめろよと言うたのもちゃんと守ってくれたし、ほんで、そのパピー参加してね、ドンとね、ドンとがめっちゃ良かったわ。ドンとって名前もおもろいね。ドンとって昔北海道ドンとって回路なかったっけ。まあまあね、ドンとをこう可愛く思えたっていうことは、まあゆうこの根底にはちゃんと犬を可愛いと思えるというまあ資質がちゃんとあったということやと思うから、まあこれによってね、そのティアラがいろんな表情を見せてくれて、ね、今までその SNS のアンチコメが、いつも同じ顔やと、ほんまに生きてんのかキモって書いてたけど、まああれも書き方が良くないわ。そのアンチ書くない、例えばずっと同じ顔してるってことはこうこうこうやからこういう心配した方がいいですよとかね、そういう書き方せないのにね、アンチコメしてたやつもアホやな、ほんまに。まあね、これでまあパピーかな参加したことで、まあ、のすけ先生からもね、舌を出してるっていうことは、まあ口が小さいから舌が出てもうてる、で歯並びが悪いから舌が出てもうてると、まあ歯周病の恐れがあったりだとか、まあ舌が乾燥してたとか、ちゃんと飯が食えへんだとかね、まあまあいろんな懸念が出てくるということね。まあまあこれを聞いた優子がね、まあその前の彼氏に、まあ、捨てられた、あれは捨てられるわ、あれは彼氏が正しいね、ああ自分の子供もそんな風に扱うと考えたらゾッとするぜと、もう終わりにしようで家賃は払っといてるからっつってあ、だから払ってもらってる家賃で住んでんだよね、あの家も、じゃないとおかしいもんな。だからまあ元彼もいいやつよね。まあこれってまあ改心してちゃんと優子は矢田部っていうのねね、ジャージでスニーカーで香水まみてきて、でまあね、まあ律香さんと、まあ庭はね、まあ心配したけどもちゃんとこいつはやばいと、やけどいやそんな三女を捨てた君を好きになるわけないじゃないかということでね、ハイタッチした二人よかった。ただ自分としてはこうちゃんと優子がね、まあそのまあ自分も生い立ち、まあ、家庭がひどくて、まあそれ同じようなことをしてしまったというね過ちをこう悔いるんであれば、優太ね、何としてもミユをもう一回振り向かしてやるって言ったから、最終的にこうミユとね崩れほしいわ。ちゃんと改善した優子がね、ちゃんと改善して、うん、ちょっと優子がね泣き崩れて、ほんまに今までそのティアラに悪いことをしたなってことに気づいた
ことと、それからちゃんと改心したことっていうのね、涙腺が言ってしまいました。いや神かやと思うわ。犬は人間を変えるっていうのがもうほんまにこう綺麗に表されたなと思ったんでね。はい、最高でした。来週が信じる心なんやろね。なんかいい、来週じゃあは再来週か、再来週か、なんで来週ないね。はい、ということでドッグシグナルの12話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介するんで、興味ない方は切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約3年11ヶ月にわたって仕事が本気でない状態。貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてますが、貯金もだいぶ減ってきてます。はい、まあそんな自分のね本業も知ってぜひ応援をしていただきたいので、ぜひ説明文にありますURL クリックしていただいて、できたら、本業のチャンネルの登録応援もお願いいたします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますのでぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして今日で1389日目、長いですね。ただこのチャンネルはもっと長い、2009年の4月25日パフォーマーのチャンネルとしてスタートしておりますが、コロナで一気に仕事がなくなってからいつの間にやら始めたアニメのリアクション、約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画自ら出て削除させられるという地獄を味わっております。なんとか乗り越えたものの今もずっと地獄で、もう再生数チャンネル登録ほんまにもうびっくりするぐらい伸びないですね。もうこれによってね、もうメンタル粉々ずっと続いてます。もう毎日やめたやめたと思ってます。で、一度は引退宣言出しましたけども、それでもね、やればできる諦めない伝えたいと思って、一日も休むことなく、コロナになろうが、インフルにかかろうが、リアクション動画投稿し続けてますんで、ぜひこの気合と根性だけでも認めてください。応援よろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジアジョギニハマーでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。